ちょっとごめん、何回も風でダメだ、風で。すんげえ風強い。風にバーンって倒れてね、ボタンを押しちゃったのよ。ただいま。こう見せてあげた方がいいかな、こうね。こっち側の方が。あ、痛い、足つっちゃった。ここね、夜になるとやっぱりほら民家だから、やっぱり何時消灯とかね、音を出しちゃダメとかあるのよ。さっき8時以降だっけな、8時以降かなんかはもうダメなんだよね。ライトつけちゃダメとか。そう、このね、夕日が沈むとこはすごいね、皆さん、これが一番素敵なのよ。ここで見るね、夕日、このお部屋はね、8万5000円。カモメも飛んじゃってるもんね、カモメもね。1人4万円。バーベキュー入れたら9万5000円。レンタカー入れたら、10万円オーバー、今日は。あちこ出てるよ。波がやっぱ強いね。ね。あ、お皿とか用意してあるじゃん、ここにほら。ちゃんとお皿が。すごいとこだよ。だ、ここも座っていいのかな、ここもね。え、大丈夫かな。怖い。うわー、風強い。いやー、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。海。ちょっと荒れてるけど今日。すごい素敵よ。一回落ちてみてたら、落ちたら道路だよ。なんだよ。落ちたら。いや、インスタ映えでしょ、モルフ、ここね。あ、やだ、上の人が来て、隠れろ。あ、上にもバーベキューがあるんだ。上は上でこう、なんつうの、これ私たちだけなのね、このセット。あとり線香もあるよ、これだから。こう2階に上がっていくと、2階にもメゾネットタイプになってんだよ、こういう風に。2階もこうやってあんのよ、ほら。ここは私たちね。お家みたいでしょ。これは何なの、暖炉かな、相席。
いや私愛席かと思ってたのずっとずっとね。外でエロいことはできないんだって。もうこの下が道路だからね、道路と海だからできないでしょ。ここもろそうだもんね。え、でも普段は本当に安いのここ。普段はね3万円で泊まれんの一人。お盆だがちょっと高いけど、普段はシーズン外だと高い、ね。一人お盆だと8万5千になってるから2、なんか4万円超えちゃうけど、うん、こういう近いし、あっちいいな。ちょっとお散歩行ってみる。行きたい。間違えた、これ人んち上がっちゃうとこだ。風強い。ちょっと海側に行こうかな。あー、ちょっと道路ちゃんと渡んだけど、まだ海側。あのね、トンネル抜けてすぐね、すぐのとこなのよ。さっき間違えたのね。この人んちのね、人んちのガレージに入ろうとしちゃったの。ハチ君と一緒にさ、ほほにめっちゃ人んちでしょ。ここに入ろうとしちゃってる。全然違うね、あっちなのにね。で、わかんないんだよ。ほら、人んちに車入ってるでしょ、今。不法侵入になっちゃうもんね。ね、この隣がなんか、あ、やばい、またずれ。ズボン履いてくればよかった。この隣がなんかトンネルになってんね。ここ曲がるとなんかずっと、こっから多分みんな来ると思うんだよね。大きなトンネル、こういう風に。わー、泳げないでしょ今日、波すごいよ。これ下降りるとこあんのかな。ていうかハチ君起こせばよかったわ。一人で歩いてもね。ねえ、せっかくハチ君もいるんだから。信号長いね、ここね。あ、暑い。
うわー結構波やばいねこれ、泳げないよ、やばい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 よ、俺は死んじゃうね。死んじゃいますマジで。日本海波、あの映画の目の前、あの最初見たらね、あそこなんか降りれんのかな、あそこ岩んとこどうやって降りるんだろう、あれ人ん家のあれかな、敷地もしかして、あ降りれるよね、降りれる降りれる、階段みたいのあるもん、危なくないでしょ、ちゃんとあの防波堤みたいのあるから大丈夫よ、あんまりね潮の香りしないんだよね、うわーすごい跳ねてる跳ねてる、うわー来てごらん、ほらほら跳ねる跳ねる跳ねてる跳ねてる、すごいよ、ていうか降りれないね、行き止まりだった、みんなの視線が釘付け、私にこれは無理だよね、これはね、これ無理だよね、明らかに危ないよね、ここね、ダメ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 、無理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 、危ない危ない、いや気持ちいい、今年初めて海行った、あ2回目だごめん嘘、軍曹と行ったわ1回、湘南に、よいしょ、いやナンパなんてされないよ全然、車のおじいちゃんとか、おじいちゃんが多いねここね、おじいちゃんとかねめっちゃ見てくる、こういうアメリカンな感じの体型がいないのね、アメリカンなナイスバディの、足を見せたら足っていうかね、人があんまりいない、お盆なのか何なのか分かんないけど人が全然ここはいないね、海水浴場じゃないからかな、あれそう夜はね多分で静かになると思う、うん、あまたねここ人んちらがねここで入っちゃダメなんかね、似たような感じだけど、何時からバーベキュー、うん、でも私あんまりお腹空いてないんだよねぶっちゃけ、なんかお腹は空きすぎてもうなんつうの通り越しちゃった、今から始めてもいいけどね、バーベキュー始める？
BBQ。 あ、そうだ、8時までだバーベキューね。そうだね、ゆっくりやってもいいね。タバコも吸えるし、外の方がねえ。今だって5時でしょ、まだ。あら、5時でしょ。ちょっとドラッチさん、あーちくん、あー涼しい、幸せ。もう家の中で肉食うとかダメかな。あー幸せ。ねえあーちくん、ベトベトなのに今散歩中でダメ、すっげえベトベト。ベトベトだよ。バーベキュー何時する？今8時までだから5時にスタート、20分後。 OK、 20分後ね。あちくんさ、これさ、紐をさ、ここでギュッと思いっきり上げてくんない？なんか胸が危ない。どこに？この後ろにさ、あ、揺れてるわ。ギュッて上げるって、ギュッて上にこう、あ、これ硬くね？上に上げてくればいいのよ、ヒュッてこう、こう、こうずらすのか。ブラジャーやったことないの？ない。じゃあこっちも。いや。これな。くすぐったいやらしいな。あ、痛い痛いって上げすぎ。あ、でもそんぐらいの方がいいかも。あ、でもちょっと痛いなこれ。痛い。こんぐらい、こんぐらい。しまってね。はい。そんぐらい、はい。そんぐらい。ゆるすぎじゃない。ええ、だからあ、でもこんぐらいでいいかな。元汗かいてる。お飲み物持ってこよう。バーベキューじゃ20分後にスタートということで。ちょっと軽くなった。すごい伸びた、伸びた。で、捕まってる。もうあの食材は準備 OK なんで。ちょっとありがとうございます。あ、お水も。相当汗かいてる。おはよう。ちっちゃった。おちいすもってきて。いいな、こういうおち住みたい。ね。虫除けスプレーもね、ちゃんと用意されてる。あるノーマットもある。ノーマットも、こういうとこサービスいいよね。あれ固まってるよかね、これ。あちこがね、もう今日運転ずっとしてくれたから、まあいいかな。何もしないんで、お休みだし。うん、ね、至れり尽くせりでしょ。
本当はねバーベキューは男性にやってもらいたいんだけどな。で焼くのはハチ君にやってもらおう。仕込みは女の役目ね。ね焼くのは男性に任してね。食べるのはでもさ、お肉も盛り付けしなきゃあれダメだよね。これ外持ってたら全部食べなきゃいけないことになるよね。お肉もお皿にこう盛る。夜の仕込みって何？太りましたって何？半分だけ外に出そっか。そうね。少しずつが良くない？あ、一回一回出してくる。それとも冷蔵庫に。でもそんなに効いてる冷蔵庫じゃないのね。なんかつば臭。冷蔵庫と持っていくの。私の口の匂い、すごく臭いんだけど。ここにこう口を入れた時に、こうやった時になんか唾の匂いが。ワインとかもそうじゃん。こうやった時に匂いがわかるじゃん。わかる。磨きで3日してないからな、私ね。いや、お酒飲んでないよ。私たちプライベート飲まないからな。あちくん、どうする？え？どうしたの？顔。どうした？怖いけど。ちょっと待って、めちゃめちゃする。何？めちゃ、これ閉めてください。はい。めちゃくちゃ聞かなくなるんで。すごい笑顔でさ、出迎えられましたけど。もうすぐ夕日沈むよ。めちゃめちゃ。まだかな、何時頃だろう、夕日沈むの。タイムです。でかいよね。いやいや、でもさ、沈んでからろうそく持ってった方がいいんだな。これなんかろうそくつってたよ。 LED のろうそく。あ、でもこれここは本物なんだね。周りはLED だけ周りは本物。全然つかないんだけど。3日間歯磨きしてない。そう。いや、確か1回しかやってないような気がするな。いや、歯磨き。歯磨き？うん。いつ歯磨きしたっけ私？私お墓参りの時だ。してた？してた。あ、じゃあ一日だけだ。だからやんないとダメだって。でも今日もしたような気がするんだけどな。してないって言ってたでしょ。してなかったっけ。うん。しないとっていうか今ね、私ね、何考えてるか分かる？マジか。なんか喋りながらなんか考えてるなっていう顔はしてる。分かる、うん、すごいね、一つだけ考えてることがあるの。なんかね、私の脳みそ分かる？察してってこと、うん、ちょっと俺エスパーじゃないんだけど。いや、それを当てるのが彼氏でしょ。エスパーだ、ちょっと。私の今の気分。何何わかる？何のクイズ？で、ヒント、食べ物です。食べ物、食べ物のことを考えて。ヒント1ね。お腹は減ってんだけど。おにぎり。ヒント1、おに、あ、イエーイ、イエーイ。おにぎり。そう、おにぎりめっちゃ食べたい。おにぎり、おにぎりが楽しい。めっちゃね、おにぎり食べたいの、ね、
で何のおにぎりを買ってきたのまだ見てないから夏見てて8個発表して。紅鮭、紅鮭、鮭2個、だってツナなかったんだ、からし明太子、紅鮭ツナなかった、ツナマヨない、おかかはない、からし明太子、うん、え、高菜とかもなかった、いり炙りたらこ、うん、がっかり、ハチ君にはがっかりしたわ、私鮭がなかったら高菜でしょ、高菜がなかったらおかかでしょ ありましたけど、昆布とかはね、昆布とかはあったけど、あ、昆布がよかった、昆布好きなのよ、私昆布かツナマヨか、あとおかかか高菜、鮭はね、あんま食べない。鮭おにぎり。ジューシーから焼くならそろそろ火をつけ始めようなって、ハチク行こうじゃん。はい。じゃあまずは飲み物持ってく？材料持ってく？どうする？どうしようかね。どうすれば？あっちさ、充電器あんのかな？いや、ない。え、だってあれどうやってつけるの？電気だよ。あれどうやって電源持ってるの？あ、ある。電源、電気のコードある？ないか、外だかさすがに。ないか。じゃあバッテリーを2個持ってけばいいんだね、iPad と。Wi-Fi は多分つながれるね、この距離だったらね。Wi-Fi はね。あ、注目ありがとうございます。ザクザク。ザクザク。内容。火つける。どうやってやんの？あとはなんかこっちにある皿使ってもいいって言った。あっちの皿でもいいかな。あ、これなんか巻きついてしまっちゃう。怖い。よし、移動しましょう。全部具材と私でよくなっちゅう。いけるかな、これ Wi-Fi。 あ、危ない、びっくりした、怖いわ、危ない熱中症だ、よいしょ、どうやる、こうやる、あ、これいいじゃん、こうしよっかねえ、これ火つけると1回、こうしてで、固まってどうすりゃいいんだ、どうすりゃいいんだ、焼いてるとこ見えた方がいいよね、こうか、こうだね、基本こうですよね、
で見える？もっとアップの方がいいかな。まあ、それはこういう感じでね。具材持ってくるね。具材？海綺麗ですよね。見える。ビール持ってきてないっす。あ、ちょっと焼きそば最後にする？焼きそばおろしてくね。はい。で、袋気をつけて抜くよ。はい。いけ。めっちゃでかい。見て、すごい切ってくれてた。結構風が強いね。いや、最高な場所。これ結構3人4人分はあるんじゃないかな。3人4人分はある。いやじゃあ、ありありますよね。火はまだつけてないです。焼いてみちゃいます。やってていいのかな。怒られるかな。怒られそうな気がする。触っちゃっていいんかな。ちょっとあっちっち。ついてるついてる。ついてる。うん。いやー、ちょうどほら沈む頃だよ。ちょうど今。熱いな。熱い熱い。これ焼いちゃっていいの？え？ちょっと待って。油、油ある油。油？てか何？大丈夫？ちょっと開けてきた。先に開けるの？二人の量じゃない。まあ確かに。あちこ早いよ。まだ準備できてないのに。ちょっとあなたお皿目用意してないのさ。ちょっとお待ちください。はい。ちょっとちょっとちょっと。ちょっと待ってよ。
まだ全然準備してからね、はい、お腹空いたら分かるけど、おにぎりも出してないじゃないの。まだおにぎりもまだよ。なんかさ、やっぱさ、この辺に持ってくりゃ、こういう風に暑いよ。こうやってばみんな見えんじゃないの。ガチャガチャさあ、出してからね。割れちゃうからね。やめてしまいますね。OK。 はい。いや、おにぎり開けたけど。熱いな。暑いよ。暑いなこれ。熱気が。どれからいきますよ、ハチくん。肉。何この音。あ、わかんない。でも焼くよ。だからちょっと待って。作戦会何でもかんでも焼けばいいってもんじゃないでしょ。はい、順番があんのよ。あとそれ開けちゃったらもう熱にダメになっちゃうからね。あ、でもハチくんに任せる。好きなように。はい、もう食べれる量だけ焼いてください。食べれる量だけ、あなたの。どうしよう。え、椅子を持ってくればいいんだよ。なんかこれをちょっと改造しようよ。ハチくん、ちょっと、はい、これを待って、開けそうよ。あ、ちょっと待って。どうするの？どうする？こうやって、こういう感じでね。あー、映るように。ハチくん、ちょっと待って。本当に何を焼いてるかちゃんと説明して。はい、今チキンを焼いてます。カルビと。はい。野菜もやった方がいいんじゃない、こっち側でね。うん、何行く？一通り、はいはい、かぼちゃ。かぼちゃ肉ね。これもう一個ないの？トンボ。いや、一個しかない。はい、よ、ハチくんやって。じゃあ一通り。マジでよ。あれだ、どうしよう。それ重いから絶対さ。もうちょっと近づけてこう。おい、おー、そうそうそう、こんな感じでね。おーよ、ナス、ナス一枚取ってそこ下あるから。はい、焼いて焼いて。ヤフー、これヤフー。で、ハチくん、この辺よね、その辺、その辺、その辺、ね、こうやって、この辺やっぱ邪魔ね。ハチくん、この辺でもうね、うん、はい、お嬢様。はい、はい、もうこれひっくり返した方がいいんじゃない、これ。大丈夫。これさ、思ってないけどさ、あー、ちょっと待って。これほんと飛んじゃうね。斜めから取った方がいいんじゃない。ちょっとゴミ箱ちょっと動かして。ちょっと、せーのでいくよ。せーの。あー、せーの。やばい。
ここで、これをもうちょっと近づけて。じゃゴミ箱をどかして、それ。どかして、でこれ詰めるよ。せーのでいくよ。せーの。はい。タバコのとこもね、ギリギリね。じゃあ8個こっち置いて。それでこうよ。これどうよ。え？これどう？これだったらいいっしょ。倒れたら大丈夫？こうよ。倒れたらやばくね？やばいよこれ。やば。あ、大丈夫。弁当でよくねえか。8個そっち行けば8個こっち。はい。そう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 。こうよ、これよ、これがベストよ。オッケー。うるさいわ。あとはハチクル任せるから全部ね。全部？任せられても。ん？やりなよ。何？自分のや食べたいやつだけ焼いたらもしかして？いや、ちゃんと焼いてるよ。はい。ほんとね。うん。で、トングが1個しかないからね。焼くよ、俺。あ、でも結構焼けんね、この機械。いいわ。もっとジャーって焼いちゃえば。4枚焼いて、4枚。ね、4枚ぐらいね。あとちょっと値段を確認したらやってくれる？これ700円よ。1枚100円だからね。やってください。これ700円だから1枚100円だから。ちゃんと。すごいよ。はい。いやー、うまそうじゃん、これ。いいね。これ火の調整はどうやってやるの？あ、これこれ。これね、ちょっと強いかも。ゴミが。あ、ちょうど今ほら日が沈んできたよ。ちょうど逆光になって今、はい、いい感じになってきたでしょ。お野菜、ピーマンもやっちゃおうか。ピーマンもね、これね。あ、下も。そしたらどっか、その隙間とか入れてくれとかない？その、ちゃ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 、この隙間。そう、オッケー。はい。だからね、会うのはたまにがいいんだよ。そうそうそう。たまりがいいですね。これさ、ハチクこれつない。あ、お肉はそれでいいか。あと鶏ばっか焼いて、もうこれ牛タンオッケーだよ。塩コショウあるんで。まだ赤いよ。あ、こっちタレタレにする。タレ、お肉コース。あ、いいね。これちゃんと見せて。これ700円だからいい。ね。1枚100円だから。ん？高いやつ。牛タン。これ4000円。好きにやらせてあげなよ、と。また、ハチ君に任せる。ハチ君に任せるわ。任されても困る。じゃあ、こっちのゾーンやるから。担当制で、こっちはこっち、そっちはそっちで。火消えてますね。ガス漏れてんじゃないこれ。ほら、2つとも消えてるよ、8個。大丈夫？あ、風が強いからかな。あ、じゃあもうマックスでいいね、強いから。これがマックス。やばい、焦げんで。
焼きながら食べないの？あ、そうする？焼きながら食べていくか。まだ焼けてない。あ、ダメ。それダメ。鶏肉さんはね、焼かないとダメよ、ちゃんと。これは？これ OK？ これまだ全然赤いでしょ。何言ってんの？赤すぎだから。これさ、どっちがマックスなの？ここ。これ。でも赤いでしょ、だいぶ。赤い？うん。あ、これがマックス。これがマックス。これがマックス。肉は半分ぐらいでいいな。好きやった。あ、タバコ置いてきちゃった。アシくんは？あるよ。ある？うん。頑張ります。いや。椅子に座りながらやりたいよね。これをさ、こっちに持ってくればいいんじゃない？いいよ、これでいいわ。椅子に座りながら食べたくない。腰痛くなってこない？じゃあ。このあのテーブルをどかしてマイク椅子こっちにあった方がいい。待って、あ、でもそうするとお肉映るんだろうね。これでいっか。これ OK？ 皆さん、あ、ダメ、これナス、あれが見えたらいい。たまにこれ。いろいろあるのよ。よいしょ。いやー、すごい風、すごい波が高くなってきた。ね。そうだね。波出てきた。やばいよ。やっぱこっち全然強くないね。弱いね、こっちね。映り気にせず楽しんでやって。ハチ君、それ一番最高級のやつだからね。説明してないから。ハチ君、それ5800円のやつだからね、お肉。そんなに簡単に焼いちゃう？こちら、黒毛和牛の。そうですね、5800円よ、これ、うん。まあ、量多いけど、500g あるけど、5800円だからね。ということで、はい、あちこ、これもう食べながら焼いた方がいいと思うよ。食べていいよ。じゃあ、一緒に食べようよ。このタレ、タレもね、こちら、無添加の焼肉600円のタレね、これね。そう、これね、有名なタレなのよ、これ。めちゃくちゃ有名よ、これ。うん、うまっ、めっちゃうまっ。これ600円よ、8個。すごい高いな。高いでしょ。高いレバノンの焼肉のタレが5分買えんのよ、これね。値段ばっかりうるせえとな。これ入れちゃうよ、こうね、ジョボジョボっと。ちょっと舐めてみて。はい、舐めるって。あ、うまい。うまいね。うん。美味しいね。程よい感じの。程よい感じだよね。うん。
まいわよ。これお野菜とかね、一緒に食べても美味しいかもね。こっち全然焼けないもんね。こちらちょっとね、黒毛和牛食べてみようかな。こちら5800円のお肉を食べてみましょう。水2つある汗かいてる、めっちゃ汗かいてる、ちょっと生焼け。マキ君、5800円食べた？いや、今焼いてる。食べない食べない、マジうまマジうまい。これだけで満足ね。カルビ焼かなくてもよくない？これ飲んでいい？これ？あ、どうぞ、こっち新しいやつ。はい、どうぞ。いただきます。もうちょっとこっちの安いカルビ、こっちを食べてみましょう、安いカルビね。うん、全然違う。うん、もう切れてる。はい、待ってましただろうと思った。紅鮭、これね、紅鮭待ってましたよ。紅鮭あ、いけちゃった。明太子です。いただきます。なんかちょっとちっちゃいソーシーよね、ここに ね、まあ、中の持ってくれ、いいんだよ。えまさかまさかの中のしてるやん。え、2つも、え、こんなにいらないよ。裏技があるんですよ。そう、3セット今から、ね、3セット始まるんだよ。3セットが、うん、おいしい、これ、おいしい。おじさん疲れて、3セットビーチが始まりますよ。これでいいでしょう。乗れがシワシワだね、これ。シワシワ、うん、あちこ座んね、座んね。座りながら焼こう。立ってるの嫌なの。立ってるのが楽だもん、あなた。あちこね、だから痩せるんだよね。ずっと立ってるかな。ねえ、どれ、これカルビもね、カルビ、うん、うまい、うまい。箸買いなさい、だってよ。いや、大丈夫よ、死にやせんよ。これ使ってやって。
みんなそういうのうるさいから、おばちゃんたち。よし、加減になっていいけど、あちこそんな高い肉してんの？そうするの？これ、ちょっとこっちの、こっちがまだね。まだね、中に火が通ってます。こうやって立っちゃう。ここはね、葉山っていうとこね。神奈川県のうちかな、うちも神奈川県なの、川崎なんだけど、うちから、1時間ぐらい。早い。1時間ぐらい。そうそう、だからさっき通ったとこが、あの皇居っていうかさ、あの葉山御所があるんだよ。さっき警備員立ってたよっていうとこが葉山御所。うん、だ結構あのヨットとかね、あのマリンスポーツとか有名なとこ。お野菜も見てみましょう。あ、お野菜もいいよ、ほら。ちょうど焦げて。いい感じになって。あ、玉ねぎもいいね。玉ねぎも。あ、遊泳禁止なの。でもさっき泳いでる人いたよね。いた。たくさんね。サーフィンは。サーフィンは OK だよな。ね、ここは何ぞかな、一軒家を何だっけ、なんかお店を開拓したっつったっけ。もともとなんか飲食店かなんかで開拓してこういうホテルに来たんだって。はい、うん、ありがとう。うん、めっちゃ焼いた。一泊85,000円。さん頑張ったでしょう。ハッチ君とスペシャルなね、ここに泊まりたいと。素敵な思い出作りで。いい思い出だ。でしょ。夜はお散歩行こうかい。うん。なんかあった？なんもない。なんもないけど。あ、夜は真っ暗っつってたよね。さっき。え、おにぎりもう食べた？ハチコさ、焼くの早いね。座んな、ハチコ、ほんと。どんどん焼くよ。座って食べよう。これ。これ牛タンじゃないもん、さっき。うん、牛タン。塩コショウだね。塩コショウ。好みで。はい。もうやめなよ、値段言うの。言いますよ、そりゃ。そりゃ言いますよ。これ牛タンめっちゃうまい。あ、めっちゃ熱持ってる。大丈夫かな、これ。熱暴走してる？ちょっと一回外そうかな。大丈夫かな。レモンはね、何？二人で、あれよ。座んないよ、マジで。斜めにして座ればいいの。そう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 。落とすがいい。こいつさ、皆さんちょっとカクついてる、私だけ。やっぱりね、これだね、熱暴走だ。ちょっと、ね、今充電しながらバーベキューも近くにあるんでね、大丈夫かな。もうちょっとすればね、涼しくなるんで。
冷やすの今ね、あの冷えピタ貼ってる、今充電器外したから多分大丈夫だと思う。冷えピタもなんかぬるくなってた。お野菜ない、お野菜何食べる？かぼちゃ。それ食べる、うん、かぼちゃ。冷えピタマジでうまいね、これ美味しいね、おすすめ。めっちゃうまいです。高いけどな。すごい素敵。ちょっともうちょい話そうか。じゃあ熱がなんだって。あーダメな、ちょっと待って。あら、どうなっちゃったの？え、固まった。どっか涼しいとこの方がいいね。こっちにしようか。ちょっと遠いけど、遠いけど大丈夫。ここだったらあの良くなったでしょ。ちょっと離しとこう。ちょっとね、遠くに離さないと熱でダメだねこれ。ハチ君結構高ペースで焼くね。でもさ、これさ、多分ね、これ全部焼かないとダメだ。これ出しっぱなしだから。うん。こっちは安いから別にいいけど、あれこれこれ。どうしたの？これ。これやばい。これやばい。皆さん。これやばすぎだ。これ焼きましょうよ。皆さん。こちらのステッキ、これをこうすればいいじゃん。ちょっとハチ君そっち持って、せーので、またこのね、アングル、せーの、これこうすればやりやすいね。こうよあ、だいぶちょっともうちょいこうね、角度ね、こうだね、こうだね、もうちょいこうだね。え、さっきのでよかった。じゃもう一回戻すわ。ちょっとアーチとじゃせーの、もう一回戻すの。さっきの方がいいって。はいはいこうで、これで、はい、こうね、あ、そっち持たないとダメ。こっちにちょっと引っかかっちゃってる。せーので、これラストね。はい、もういいよ、動かさない。この方向とか。え、これもうちょいこっち入れたら。あと椅子をさ、ちょっと待って。もう一回もなんかいい感じ。ダメなの。一応ね、一応配信者だから。こういうね。おお、これいいの。はい。はい、どうぞ。どうぞ。
座れば。景色綺麗でしょ。ちょっと見せよっかな。そろそろ。景色を。もうそろそろじゃない？もうそろそろ。もうそろそろじゃない？綺麗でしょ。あちくん、ちょっとこっち来て。こっちこっち。これ撮ろう。撮ってもらおう。サイレン。このバックバック、こっちこっち。これよ、これ、ハチくん、これを見せたかったの、ハチくんに。これ。座って。見てて。この景色、この景色。いらないって言ってる。続いて。暑いよ、なんか、すんごい汗だ。めっちゃ。デブは奥に行きなって。ハチ持ってこうだね。こうだね。ちゃんと海入るよね。ここ。はい。ここ。もうちょっとか。遠近法。あと見てごらん、めっちゃ綺麗だから、はい、ハチくん。あ、あれ。まあ、ハチくん沖縄だからこういうのはもう。見飽きてる？大丈夫なの？ん？火？気持ちで。いや、大丈夫でしょ。大丈夫だね。基本ね。よし。沖縄の海の方が全然綺麗でしょ。ここも綺麗でしょ、結構ブルーで。あんまり？綺麗？沖縄の海より。綺麗。ペースが早いのよ。ペースが早いの。ペース。もうお腹いっぱい。ちょっとおにぎり食べなきゃよかった。だって焼きそばもあんだよ、こっから。引くしたよね。ねえ。焼きそばも。買いすぎたね。高いお肉だけ食べよう。高いお肉だけ。おい、これ、これとかね。これまだ全然焼けてる。それもうね、食べなきゃダメよ。それかもう冷蔵庫入れて、明日焼肉丼にするかね。いいね。あ、でもご飯がないね。いや、肉だけでもいい。はい。冷静に考えるブサイクカップないくらい。うん？スルーよ、スルー。スルースルー。全部焼いとけばいいんだ。あ、そうだね。とりあえず全部焼けばいいんだよ。そう。焼けばいいのよ。あちこ。野菜は別にいいよね。野菜？野菜食べる？うん。なにこれ？種まで焼かれてる。種。フライパンはね、あるあるある。その上のとこに、上にキッチンがあるから、そこで食べれる。焼ける。うまい。全然入るよ、俺は。あちこ好きだもんね、焼肉ね。
めちゃくちゃね、焼肉好きなの、この人。ね、そうね。生野菜食べようかしら。このタレめっちゃうまいね、やっぱり。いや本当はさ、お酒とかね、飲めばね、あれだけど、うちはお酒飲まないから、二人ともさ、あ、サンチュもある、サンチュも、サンチュで巻く、これ、これね、あら、洗わなくて大丈夫なのかな洗ってあるよね、普通洗うもん、洗ってくる。虫ついてた、虫払えばいいの、うん、結構ついてる、ここにいた。え、え、これじゃ洗わないとダメじゃん。虫ついてるとか言ってるし。大丈夫？このまんまだよね、多分ね。うん、まあ食べれるでしょう。いいね。あ、じゃあ私ウインナー焼いとこう。ウインナー辛いのと普通のどっちがいい？え？2つあんだけど、両方いっちゃう？両方いっちゃう。美味しそう。食べれるかな。食べれるしよういけるって言った今あーやな、転がっちゃう溝に入れた方がいい。ウインナー、ウインナー、いやこれ高かった、これ600円すんだからね、このウインナー。600円よ。あ、何しよう、シャウエッセイみたいな、これシャウエッセイ。またねえな。やっぱさ、これこっちの方がいいんじゃない？こっち向きで、いや、一緒だから、一緒一緒、なんかね、正面の方がいいんじゃない？いや、多分太陽が動いてるんだよ太陽が動いてるから。あ、そういうこと？こうなってると思うよ。いいんだよ、3本ずつ。ウインナーね、ヤマト豚ポークウインナー。もうこれ、こういうの食べない？え？食べないやつをどんどん。いや、食べるよ。食べる？うん、もう全部焼いちゃうね。焼いちゃう。こう。いいよ、ハチ君、そのままほっといていいから。ちょっとゆっくりしましょう。座って。ゆっくりゆっくり。なんでゆっくりできないの？いや、今ゆっくりできたよ。いいね、お肉バーって焼いて、それで後でちょこちょこ食べればいい。食べながら。ねえ。ホタテはね、あるよ、ある。ホタテでも私食べれないよね。俺食べる。食べる？結構お腹いっぱいになってきたら、まずね。あんま食べてなくない？食べた？いや、もうなんかおにぎりで食べちゃったから、おにぎりでお腹いっぱい。出るでしょ。出会えてあげてって、だって私食べれないの。ハチ君ちょっとストップ。はい、こっちお肉いっぱい余ってるかな。じゃあ俺食べる。
ないって。ゆっくりしよう、ゆっくり。あちこ、じゃあステーキいっちゃう、これ、うん、こちらこちら1883円、 100g あたり880円のお肉を、これいっちゃう。これ絶対塩コショウした方がいいよね。あったっけ？あるある。ごめん。ハサミはね、キッチンにあるよ。ハサミ持ってきた方がいい。スパイス、うん、結構かかってる。よいしょ。こっちの包丁？ん？なになに？あ、壊れちゃった。え？そんな簡単に壊れた？これ外れるやつなのかな。あ、すぐ外れんだ。洗いやすいよね。びっくりした。ね、取れるやつ洗いやすいよね、多分。野菜ね、でも食べる順番としてやっぱ肉かな。野菜は大丈夫でしょ、今日別に食べなくて。じゃあいきます。切れ目とか入れなくていいのかな。刺し、いいですか。ステーキ、八八くんにお願いします。いい？これちょっとウインナー取ってからでしょうか。いいね。でも大丈夫だね。こっちの方がやっぱ火強いね。ステーキはね、こっち側の方がいいかな。ちょっとこっち火強すぎだから。うまい。ステーキは右側でやった方がいい。はい、はい、お願いします。塩コショウした。うわ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 、やばいやばいよ。甘いよ。ハチク逆っすね。あ、こっち向きっすね。縦じゃなくてね。あ、もうダメだ。あ、それでクロスでつけるのもいいよ。今持って、やばい、今持って持って、へばりついてるよ。それでまた縦にクロスしてもいいよ。そう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 、焼け跡クロス、いいよいいよいいよ。
でもひっくり返して OK。 はい、 OK です。見てごらん、ほら、はい、どうですか。ほら、うまそうでしょ。はい、もう OK。 縦にして、縦、縦 OK。 はい、うるさいわよって何。ほんなうるさくないでしょ。ほら、美味しそうでしょ。どう考えてもうまく、うまそうでないの。疲れるって何。近いコメントだって。はい、ちょっとこれ美味しそうでしょ、どう見ても。いや、美味しそうだよ。何疲れるって。食ってないからコメント読んだだけ。なんでいじけてんの。顔見たらいじけてたけど。怒ってんだけど。怖い顔。顔怖いから、ちょっと待って。どうしたらいいのこれ。映ってない、あっちから。OK OK。これだと OK。このワンシーンね。ていうか、これ映ってないじゃん。ちょっと失敗したわ。これ。これ邪魔で、これ外れないのかしらね。これ邪魔で、あ、これこうやんじゃない？いや、もう焼けてるけど、なんか。いや。レアかあれかどうする。あ、トングごめんなさい。マハチ君の加減で任せるわ。いや、いいいいよ。マハチ君、私はチョリソー食べてるかな。チョリソーを。ナイフは持ってきてる、持ってきてる。うん、そろそろうま。辛くない？辛くない、ちょうどいい。焼きカレーは好みだから、私は別に何でもいいんだよね、食べれれば。長いのは苦手でしょ。でももうそれいいんじゃない。もういいと思うよ。はい、血が出てくる。はい、乗せて。よいしょ。はい、ドン。はい、ドン。どうでしょうか。あ、汁が垂れた。ハチ君が、あ、汁が汁垂れてる。だいぶ。じゃ、これちょっと切ってみましょうね、ここでね。どれ。一つ。うん。うわ。宇宙の手で。うまそう。うわ。ちょうどいい、ハチくん火加減。ほんと？これは、なんか、どうやって食べたらいいかな。ティッシュはない。何で食べる、これ。何で食べる、うん、何で食べる。そのまんま、そのまんま食べる。塩、もっと塩コショウかける。いや、もういいかな。ちょうどいい具合よ。結構かかってても最初の時点。わさびもいいよね。わさび醤油、うん、わさ、醤油ある。醤油でいってみる。醤油いいよね。醤油で食べる。わさび醤油、わさびがないね。いや、そのままいただきます。そのまんまいくの、うん、あ、
敵ついてる。ついてる？うん。うん、私一番美味しそうなとこもらうかな。でもね、こちらの方も味ついてるよ。ちょうどいい焼き加減だわ。見てこれ、ちょうどいいね。嬉しそうめっちゃ嬉しそう幸せそうな顔さすが1800円。美味しいよね。美味しい。うー、柔らかい。いや、このまんまでも全然いいね。美味しい。美味しい。これは、これどうぞ。うん、ちょっと醤油でもいいかもね。醤油つけてみる。いや、溶けたね、これね。醤油、うん、醤油試してみる。そのままでも溶けて美味しい。値段しか言わない醤油で。ちょっとサイコロにすればいいの、お醤油の場合はね。醤油の場合はちょっとサイコロ状でしてあげて、こういう感じで。どうしたの？あ、来た？ないよ。沈んでる？うわあ、すごいね。ちょっと皆さん、雲の中から光が漏れてる。すごいよ、幻想的。あちくさ、このこれをこっちでこっちでやろうか。それをこっちに持ってきて、ここに座りながらやろうよ。え、これをうん、まさか。だってここで座りながら、こうやってこうやって座りながら、こうやって映せるじゃん、ここで。うん、いや、いいって、もういいって。あ、沈むってよ。もう沈むとこだね。これちょっと映そう、最後にね。これをね。あちく、あちく。あちく来て。はい、最後沈むとこ見ましょう。あれ、もう終わりかな、これ。全く見えない。あ、ザックダック、ありがとうございます。何ちゃんかな、名前が見えない。どうしたのあの子。ちょっと見て、この子。この子、どうしたの？休憩中とならない。休憩中ながら。っていうか、これ逆光になって見えないね。どうしよう。これは、ちょっと待って、外カメの方が綺麗なのかな、もしかしてね。ねえ。外カメで、だよね。だよね、ほら。何も考えない。だよね。食べていい？食べて。食べといて。いいよいいよ。こうだよね。こうだよね。綺麗ですよね。おお。あ、テレサちゃん、ザックザックありがとうございます。めっちゃ見えるわ。何かやってるよ。
終わり。あ、ちょっと俺はこっち。あ、はい。超やばくない？近くね、これ近い近っ、ちょっとやばいね、やばい、どうしよう、逆光だね、逆光だしね、絶対あそこなんだろうね、こうの前じゃ、いや、ちょっとさ、ちょっと汚くね、すまん、画像が良すぎるんでしょ、汚いじゃなく画像が良すぎるね。やばいな。なんか違うよね。あ、なんだろう。逆光だからじゃない。逆光なのかな。山の感じがいいね、ばーっとね。そこから。カメラにつけてるレンズであればいいんだ。こういうことか。こうつけてるよ、後ろ。こっちだと写真だよ。今誰か来たよ、下。あ、カメラ上に。住んではないっしょ。結構わかるよ。20代ぐらい。油がついちゃってるね、これ。はい、行きましょう。めっちゃ寝ちゃう。そう、はい、ここでこっちに、はい。はい、こっち。オッケー。オッケー。いいの撮れたよ。ちょっとなんかインスタっぽいの。あ、やばいやばい、人が来ちゃった。ねえ、インスタっぽい撮れたわ。あ、見たい写真？写真ね。あ、なにこれ？見えるかな？なぜかこういうのあるよね、インスタとかでね。あるっしょ？こう、こうなんか上から撮ったような。面白い。あっちこっち撮ってもらって大丈夫？ああ、もういなくなっちゃう。これ、もうこれ、もう沈むとこじゃない？もうそうそうね。あれ島なのかな？なんかどれ？ちっちゃいね。島ではない。あ、違う？
もういいかね。うん、肉食おう。肉、あ、ごめんね。肉、肉、肉。だんだん暗くなってくるよ、皆さん。暗く。多分もうお腹いっぱいになる。仕事の隠し事のなんとかとか言ってるし、隠し事、隠し子、これがなんとかって、まあ、ありそうだね。あ、こっちの方が画質いいね。画質の裏何、何かついてた。あ、くだ、後で洗おう。あ、そう、一回もね、今日ね、降ってないんで、バーベキューの間。ね。すごくない？一回もね、降ってないのよ。奇跡よ、これ、奇跡。朝降ってたよね。うん。どうなるかと思う。これさ、ステーキ醤油で食べてみようか、ちょっと。これ、これ。これよ。もう冷めちゃったかな。冷めてる。醤油食べてみよう。顔なんか幸せそうな。うまいね、このステーキね。これいいわ、ちょっと温め直すよ。冷めちゃったから温め直す、うん、軽くなっちゃう。油がすごいね。油がすごいよ、うん、油相当売ってるよ。だんだん涼しくなってきたね、うん、夜寒いのかな。寒くないか。でも結構食べたね、私たちね、うん、何気に。わさび買ってくればよかった。失敗したわ、わさび醤油。お野菜とかもう食べない。ちょっと焼く。ちょっと焼く。何を。ピーマンとか焼く。エリンギも。これもう上に揚げちゃおっか。いいね。こっちのお肉はどうする。ていうかこっち側焼いてないじゃん、これ。なんでこっち側だけ、もも焼いてないじゃん。そっちはもういいんじゃない？こっち半分。明日朝食べればいいんだ、こっちの半分を。あらまあ。これ何、この肉。なんだろうこれ。もも。相当でかいよね、これね。なんか分けられてるね、これとこれ。でかいのはお前や。焼きそば作る？食べれる？え？やっぱおにぎりももう入れて、これ食べないと。なんかもうお腹いっぱいしてきた。明日朝だよね、こうおにぎりもね。サンチュも明日で。これもちょっと上に入れてくるわ。トリソも。これもね。あら
私のご飯3日間手作り食べたもんね。全部食べました、ね、結構量あったんですけど。ああ、太りますねこれ。結構食べましたね。部屋に戻りました、はい、そしてあーやばい、ありがとうございます。忘れてた、やばいわ。元気やったい、そういえば体重計がいつもの位置になくなってたんですけど、あれどこ行ったんですかね。あ、上に行った。何しに行ったの。体重計がいつもの位置になったんですけど、はい、持ってきた。焼きそば行きますか。はい、先輩、焼きそば、行きましょう。食べれるの。いや、焼きそば食べて一束だといけんじゃない。すっごい油出てくる。いいね。あ、豚肉。でもお腹いっぱいしてきた。お腹いっぱい？うん。食べれない。あ、また肉ボックスか。食べれない？ちょっと握りかな。やばい。一応作っといて朝食べる？うん、これ一応作っといて。夜お腹すくもんね。まあ夜食用にね。いや絶対お腹すく。ちょっとダメだ、また暴走してる。ちょっとごめんね。こっちで。生肉は今日焼いてしまおうだって。じゃあ全部火通しちゃう。生肉は火通した方がいいってよ。確かに。生肉は焼いた方がいい。野菜は大丈夫だよね。何もしてねえじゃん。って仕込みやってたんだけど、ずっとちょっと、はい、始発君は寝てる間仕込みやってたんだけど、ずっと。なのよ、本当に全部仕込んでたのよ、これやりやすいように。バン解除になりました。バンというかおすすめ規制ね。お肉ガーッと焼いちゃおう。ガバッとね。ジャーッといくよ、ジャーッといくよ。うわ、よし、これも入っとガバッとね。
押し込みが大変なんだが、皆さんね、押し込みが、押し込みがあったからこそ今ね、こうスムーズにできてると。わかります？仕込みがあったからこそ今できてんだからさ、ね、新しい皿に入れた方がいいね。あ、皿、皿分けた方がいいね。山盛りに。こうでしょ。ちゃうちゃうちゃう。はい。これこっちね。こうやってね。見栄えこんなわね、もうよ、これだけでも美味しそうに見えんだから、雑に乗せるようにね、こうやってほら、どう？美味しそうに見えるでしょ。どうですか。良きでしょ。まあ、これも美味しそうだけどね。これも美味しそうだけどね。あやだ。汁がすごい。汁が。これ入れすぎ。こっちのボールの方がいいんだ。こういう時はね、フラワーみたいにしてあげるのよ。こう丸いやつをね、こういうふうに豚丼みたいに。お店崩れない？うん？崩れない？いや崩れますけど、今だけね、角を合わせてあげるとこうね。今ね。角。こういう風に。インスタね。インスタじゃなくて、美味しそうに見えるね。よかったよ。この高いステーキここに混ぜちゃったの？だってもう焼けてんだ。ダメよ。ハチくん。何がだよ。味混じっちゃうじゃん。あのフラワー、ダメ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 よ。ダメなんですか？これは別盛り。あ、別盛りね。はい、これはね、これまた冷めちゃう、食べないと。これはもうすぐ速球。もう一回ね、ちょっと温め直そう。はい、これ大事よ。じゃあ自分で、みんな相当イライラし、相当イライラ始まる。ねえ、焼きそばは食べないの？いや、もうお腹いっぱいだよ。食べて。一人で食べれるわけないでしょ。いや、食べちゃう。一応作る。作って朝食べる。それ焼いたから。作る。今日めっちゃイライラです。やめとく。でもこれ結局だってお家持ってか、あ、でも1時間なんか間に合うかな。冷凍さしとけば全部。このお野菜も全部冷凍して、そのまま1時間で帰ればいいんだもんね、お家までね。ホタテ焼けばいいじゃん、ハチ君。
ゴミここね。いや明日でもね、8個食べないんだ朝。朝夜は食べるな。夜だって今日全然食べてないじゃん。食べたよ。食べてましたよね。さっき食べてましたよ。だいぶ。結構ほら、やってるやん。食べてる？これまた冷蔵庫で入れちゃうね。これ朝ごはん、ね。スパとおにぎり朝ごはんにいいんじゃない？黒くなってるやん。やりたかったのかな。2個食べました僕。あもう完全に沈んじゃった。最高のステーキさんもあげるよ。黒い。ん？黒い。いいよ。うんかい。乗せちゃうよ。いいよ。これも片しちゃうね。じゃあお肉もじゃあもう入れちゃった方がいいかね。上に上焼いたやつ食べる。お肉出しとく。うわあ虫大丈夫。あっちなんでそっちに行くのかな。なんでこっち来た。わからない。ざまじゃない。ハチそうだったじゃない。めっちゃ蜂なんだけど。うるせえ。何したいのこのデブって。うるせえよ。でっけえ蜂がいた今。見てこの後ろ姿ほら。もう素敵なおみ足を。おみ足。はい、サンセットナナちゃん。足ね、後ろ向いてみた。いや、後ろがいいんじゃない。どうよサンセットナナちゃん。やめてくれって。いいかこれ。あ、ホタテうまそうじゃん。はい、あなたさ、お皿もう変えた方がいいよ。そういうの。新しいの使えないっぱいあるから。はい、あちょっと食べな。はい、はい、え食べる食べる。分かった。これホタテ700円。これ700円です。これ2個で。じゃあ1人1個ずつ。あホタテ食べれない。ハチくんが食べるかなと思って買ってきたんだ。そうだって。あ、わさびここにもあるじゃん。え、どこ？ほら。え？あったじゃん。ステーキに使えるやん。なにこれ、どっから出てきたの？え、ホタテの中から。ホタテの中から、うん、これ。ちょっとステーキ、ちょっと今、だから、冷めたもんとこに、あったかいもの混ぜたらまた冷めるでしょ。
から新しいお皿を使いなさいって言ったでしょ。焦げてんだもん、だって。いや、いいから、焦げてもいいから、あったかいうちに食べようよって。焦げてなくなっちゃうじゃん。じゃあこれね、肉の量、肉の、肉はね、今日1キロあります、1キロ。はい。いや、これをどうする？ちょいちょいちょいってつける？それとも、いや、お好きなような、ピャーってかける？かけてもいいし、ジャガジャってつけて食べる？普通に乗っけて、乗っける？こうやって、うん、ここに。でもいいし、これ食べるよ、これ。ね、こういうふうにね、わさびを乗っけましょう。これは絶対うまいっしょ。これはうまいっしょ。とてもうまい。おいしい。で、醤油ベーってかけていい？つけて食べろ。ビャーって言っちゃう？いや、ビャーはやばい。ビャーはやばい？うん。これでいい。これ、こさせるやつは？汁。なんかないかな。ちょっとホタテ、やっぱこっち移動して。え？この式辺のとこ。何？移動？これ使おうよ。ホタテの出汁を使おうよ。ホタテ出汁。新しい。これを。やっぱかけちゃっていいじゃん。で、あとね、この辺ね。ホタテの出汁ね。はい。これね。はい。出汁。お好みで使って。うん。で、これ直近こする？このまんま行く？ストレスで死んじゃう。いただきまーす。わさび醤油。あー、おいしい。くぅーくぅー、あっちくん、やばい。食べて、わさび醤油。うまい。泣いてる。うまい。あ、でもわさび合うね。合うね、うん、もうちょい醤油かけてもいいんじゃない、ぶっちゃけ。こんぐらいでいい。あ、お茶箱ありがとうございます。ジャックダック。いや、わさび醤油、うん、うまい。わさび醤油が一番いいね、焼肉のタレより。これよ、美味しい。待ってたの、これって感じ。ねえ、あ、お酒飲んでない。お酒、私たちお水、お水とお茶。お酒飲めないね。飲めない組でございます。わさびだとね、そうそう、さっぱりね、くどくないの。これ脂っこいから。お茶かかありがとうございます。ザックザック。そうなのよ、脂が結構、ほら、和牛だからね。1800円のお肉だから、結構ね、脂乗ってるから。うん、え、このタレもめっちゃうまいよね。うん、これおすすめ。めっちゃうまいよ。めっちゃ投げられてる。あ、お茶ばっかありがとうございます。ザックザック。私、タバコ一個ちょうだい、これ。どこのタレ？無添加のタレってやつ？アマゾンとかに。吸いたい？たまに吸いたくなるんだよね。1だから。でもなんかミント強いじゃん。ミントは強いよ。いける？いけない。吸ってんじゃん。いけるよ。沈んじゃったね。虫がでもいないね、思って。あ、え、UFO じゃね？はい。はい。
行機だよ。飛行機あれ。うん。飛行機。いやー、だってあんな光ってないでしょ。いや、飛行機だよ。あれ飛行機の形見えるもん。どれ？あれ。私には見えないよ。でもだって。ハチ君見せてあげて、あれ。飛行機だよ。ちょっと待って。飛行機？ちょっと待って。なんか後ろになんかあ？外カメね、外カメね。外カメ？ちょっとごめんなさい。この小さいほら、あっち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 、全然違う方向。いや、あの白いやつだよ、ほら。アップアップアップ、どうやってアップするのこれ。いや、だってメガネみたいな回すな、上の方。メガネ、あ、これか。これで横にずらすと、これ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 、ほら、飛行機の形、ほらね、飛行機だね。あ、これ近いかな。待って待って待って。オッケー、戻りました。オッケー、はいはい、疲れた、疲れた。ちょっと休憩しよう。8時までだからね、ここね。うん。それ今日6時から起きてるのだって。起きてるね。もっと早かったかな。5時。5時だよね。2人して5時に目覚める。そうだよね。2人とも5時から起きてるんだもん、今日。で、それからの8時に。いや、お泊りするよ、今日。お泊り。このまま。腹いっぱい。もう苦しい。そっちに座る？ちょっと片付け、これだけパパッと片しちゃおうか、私。いやいや、俺やるよ。いいよ、座ってて、ハチ君。いやいい。あ、ごめん、おならしちゃった。ちょっと待って。いや、なんちゃん、役割分担。ちょっと待って、何今、カエルみたいな。ちょっと待って。いや、やっと出たね。あんま出なかったね。いや、漏らした？漏らしてないよ。嘘でしょ。漏らしてないっつうの。それ、この洗えるもの。上のものは上で、これはあったやつだよね。いや、持っていくよ、運ぶよ。ゴミで、ゴミで、ゴミゴミゴミ、ゴミはもう捨てる。ゴミ捨てる捨てる。いいの？ハチ君は。いやいや。いや、これも一緒に両手で。はい。うん。だから私これ蓋閉めとくね。優しい、ハチ君って。火多分止まってると思う。止まってる、止まってる。レの音とかやめろって何？いや、だんだんこっちが良くなってきた。このなんつうの、こういう海もいいよね。こういう感じ。暗くなる前というか、夕日が、日が落ちて、ワイン飲んでない。いや、ここは大正解なの。来年も来たいな、ここ。来年っていうか今年中にもう一度来たいわ、ここね。え、年末、年末は多分沖縄行くと思う。沖縄、バーベキューはね、一回ね、新宿の代々木公園で二人でやったことあるんだけど、すんごいさ、5000円ぐらい取られて、なんかペラペラのお肉だったんだ。ね。ね。新宿のあそこ最悪だったよね。新宿？バーベキュー。ああ、うん、小さかった。肉も量少なかった。5000円ぐらい取られたよね、あそこね。うん。熱い。熱持ってくればいいよ。あ、こっち座る？こっち。こっちの方がいいかもね。
あ、やだ。え、あ、こっちだ。違う。大丈夫大丈夫。ちょっと待って。ガーンって蹴った方がいい。ちょっと待って。もともと？いや違うでしょ。もともとだって。あ、もともと？あ、本当だ。もともとですよ。おいしょ。いや壊してない大丈夫だ。もともとね。もともとの作りですねこれ。もともとね。おしゃれですねこれ。いいとこだよね。うん。ほんと。全部ホワイトって感じ。いや、結構ぐったりだよね。今日朝早かったもんね。運転もしてるし。あれみたいなんだけど、なんだっけ、え、うん、あのどれみたいな、なんだっけ、デスノートの何それ、こうやってなんかやる人、何これってこうやって、こうなんかこうやってていうか、蚊に刺されてきた、もう入る、なんかガシガシガシ、かゆい、叩けばね、めちゃくちゃかゆくなってきた、あちこちエールだ。あ、黒いかな。かゆいの？かゆい。中入ろう、もう暑い。果たして入ろう。中に。もう冷房効いてる部屋に入りましょう。ね。冷房のお部屋に。ハチコ裸足？足の裏。ちょっと靴なんだもん俺。足の裏見せて。はい、そうでしょ。色が白いから余計に目立つ。あら。またなんか雰囲気が違うね。ちょっと雰囲気が。まあいいや、乾くから。ちょっと待って。また雰囲気が違うね。サプライズって何？なんもない。これどうしよっかな、マジ。どうする？焼きそばはこれ乾くしね、袋の中に入れちゃう？袋に入れて冷凍する？あの人放置で、もうかゆい、刺された、袋に入れとくのいい？これはもうこのまんまでいいんだよね。ちょっとこれさ、一緒に混ぜちゃっていいのかな、一つしかゴミ分別してくれるってこと？一つしかゴミ箱がないんだけど、いいの？
緒でいい。もう何往復しなきゃいけないの。ここに中間地点に置けばいいんだ、こうね。はい、八九。はい、どうぞ。はい。はい、こうね、リレー方式でやればいいの。リレー方式。待ってね、あともう一個持てるかな。アイコス、アイコス持ってる。よし。肩で。はい。はい。リレーを。少し。ここ問題で、ここ。これで両手で持ってけるかな。あ、持ってけんね、はいはい。あ、やだ、ちょっとピーマン、ピーマン押し、はい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 。サランラップがないんだよね、ラップが。余っちゃったな。うわ、この汁が、あー、買いすぎっつのもあるけどね。これ汁もそのまんまでいいのかな。あとハチクに任せよう。お願いね。あ、あと椅子だ。椅子私にちょうだい。はい。よし。もう一個。はい。よし。いいな、こんなお家住みたいよ、マジで。こういうお家をね、目指しましょうよ。素敵なキッチンでしょ。スマホ置ける。配信者は話しちゃいけないよ、スマートフォンね。どんな時でも、どんな時でも持ち続けないとダメな。あれぐらいは吹けよ。今ハチ君多分吹いてると思う。配信者は、お風呂はね、普通のお風呂。さっき見せた、もう一回見せる。じゃあお家の中、この部屋の中、今いいムードを待ってんでね。よし、ここはキッチンです。こうね、オフに、オフにね、全部食器とかも全部ついてる。でこっちがベッドルーム。でおトイレが2個ついてるね、こっちに。そう、でこっちに来るとこういうテーブルがあってね、あとソファーとテレビ。
ここからはこう座るともう海が目の前に見えると、全方向ね。テレビ装直で置いたね。これちょっと気になるけどね。ここのライトはつくのかしらね。これちょっとやってみようかな。これをこういうふうにつけてね。こういう感じ。でこう来るとまたベッドルーム、またベッドが2個あるの。4つベッドがあんのよ。1回汚しても OK ってこと。1,2,3,4 回汚しても OK ってことね。うん。やりまくるでしょ。でここを登ってくってね、ここ気をつけてね。こう低いんで階段を登ってくと、おお、いえ、ここほらこんだけしかないのよ。あるほらね、こんだけしか。ここガラスがあってタオルが置いてあってね。ここ開けるとこういうふうに、こういう感じ。うん、でもね、お風呂は普通なんで、さっき見せたけど、お風呂は結構普通の。普通のお風呂でしょ、うん、で広く見せてあげようか、広く。逆向きで。こっちで。こういうね。もう一回キッチンが見たい。ここなんかあれだって、自分たちで改造したんだって。もともとお店だったのね。いやめっちゃすごい。ここぜ、ここ開けたら全部海見えんじゃない、もしかして。もしや、あれこれ開かないのかな。全方向海じゃない。いや閉めてあったらもともと、ただ見えるんじゃないの、歩いてる人から。ここ開けると外から丸見えだから下げてるでしょ、ここは。角度的にどれ。わお、やばで、あっちも窓があるから、あっちも開ければ全部見えんだね、こうね。素敵。いやー、最悪。かゆいやつ。あ、電線ね。電線邪魔だよね、確かにね。電線。冷やしなと。ここも開ければ結構綺麗に見えるってことだな。ここもね。あ、バッテンとか昔よくつけたよね。ここも開けてみよっか。津波来たら一発の場所。うん、さっきバーベキューしてたのあそこね。こっちで座ると両方見えんじゃないの。こっちから、こっちからも海こう見えるし、こう見たらこういうふうにこういう感じでね、つながって見えるとかね。ここもね、窓あればよかったよね。ここもね、ここも欲しかったよね。ここまで窓の方が良かったな。ね、オーシャンビューで。
ね、チコーン、どうした？それつけちゃう？それに LED ライトつけてみる？早くない？後ろにスイッチをつけてごらん。どこに置く？その4つ。センスが問われるよね。センスが。どこ？うん？あそこ？ちょっと端っこすぎるね。気になるね。真ん中に合わせるか角だよね。じゃもうちょい右。違う。やっぱ真ん中の方いいね。じゃもうちょい右。右？左、もうちょい左。もっと左、少し。そこ！ OK。こっちもね。お前これ電気ついてないですね。え、つかない、うん、あら、あ、ついてんのかこれ。でもあれ、電池がないんだね。いいじゃん、センスいいね。そこに置きましたと。うん、そこが好き？さっきあっちで寝てたんじゃないの？あそこ昼寝。うん？昼寝。あっち昼寝？こっちは何？夜。夜よ。うん、夜よと。何だね。どうしたの？あ、夜よだからあっちなの？ムーディーに？そういうこと？あ、でも閉めるもんな。閉めちゃうもん。ここ以外閉めちゃう？まだ暗くなってから閉めるじゃん。開けっぱなしだと丸見えだよ。いやそうだけど、暗くなったら閉める？ここいやそこ、ここ照明あるやん。うん、ここ置いても意味ないでしょ。ちょっとあっちくんここ座ってみて。ここちょっとね、ちょっと前に出して、前に出して、もっと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 出して、ゆらゆらやね。ちょっとゆらゆらしてみて。あ、いいじゃんいいじゃん。あ、眠りそう、これ。え、眠れる？ちょっと私もやろう。はい、うわ結構すごいね。うん、怖いよ。あ、寝れそう？すごい。え、そんなにこうやってバンってやんなきゃ。勢いやったらこけちゃうよ。いや大丈夫だよこれは。え、怖い、なんか。大丈夫大丈夫。え、なんか怖い。いや大丈夫大丈夫。大丈夫なの？え、すんごい揺れてるけど。いや大丈夫、バネがついてるから。怖い。あ、これいいね。いい、眠れそう？眠れはしない。眠れはしない。遊べはしないでしょ。遊べはしない。お腹いっぱいした？お腹いっぱい。なんかどこに座ってわかんないよね。うん、マジ。じゃあ6、7時の終わりにする？8時もう終わりにする？もう一個買おうかな。
増えたらどういうの。いや、こんぐらいになったら2人でのんびりできるんだな。うん、まあ、ねえ、出たね、昨日ね。こう、L 字の方がいいよね、こうね。2人でこうやって独立できるじゃん。独立？1つだと、2人横に並んでるからあれじゃん。ああ。パターンが。いらない？でかすぎてもね、場所取るから。そっかな。いや、こういうお家住みたい、ハチくん。コツコツと、ね、ここで寝ちゃうの？眠りそう。嘘でしょ、ベッドでね。気持ちいいね。そこはいいの、こうやって、どれ、うん、あ、ほんとだ。クーラーがちょうどいいんだよ。ちょうど涼しいもんね、ここね。あっち暑いもんね、うん、あっちエアコンないのかな。二人して暑い。あ、あるある、うん、あっちもつければいいんだよ。暑いんだよね、熱が。あっちもエアコンあるもん。こっち、こっちついてないのかな。あ、なんか弱弱い。あ、でも22度だね。ん、目が何、何、結構古いタイプ、もしかしてどうやってやるの。風、どこに寝たい。風量ってないんだよね。どれ、風量って何。ここ開けんのかな。あ、ここか。こんなにいっぱいある。これ OK だね。開業って何？あ、空欄が多くて。よし、終わるか、ハチくん。うん、ね、あとは2人でゆっくりする？おつじょり、あ。なに、早い。さっさと切ろうとしないの。さっさとすぎない？いや、終わる気が。あ、じゃあこれで終わりにしよう、こんな感じで。お茶ばっかりありがとうございました。ザクザク。お風呂入って歯磨き、片付けしなくていいかな、あれ。お肉どこやった？あそこ。出しっぱなし？うん。片付けるっしょ。冷蔵庫。お肉もうダメだね、あれ。ダメくないよ。ダメだよ、食べてないでしょ。食べれるよ。明日食べんの？うん。冷蔵庫入れないと。うん。バカ、ありがとうございます。うわー、ちょっと待って。ごめんごめんごめん。ちょっと。ごめん。柔らかい。ザクザク。あ、ケロッピちゃんもありがとうございます。で、明日かな？明後日か。うん、ツイキャスカフェなんでね。明日お家帰って、朝は配信するよね。入る配信。うん。うん、お家でゆっくりして次の日ツイキャスカフェってことで。うん、夜の運動会。運動会何それ。明日は7時からやる。でチェックアウトが、11時だね。いや、10時に来るって言ってなかった。10時っつってた。うん、本当に。うん、うん、別に早めに出てもいいんでしょ。まあ、また明日、あと、そうだね。あ、しおぶちゃんもありがとうございます。ザクザク。11時って言ってた。11時だ。夜の話はなし。今日は夜は二人っきりでゆっくりするわ。この辺ね。もう寝ちゃいそうだよね。眠って。私も寝ちゃいそう、結局。ああ、日に打たれた。なおみちゃんもありがとうございます。ザクザク、ありがとうございます。お風呂より、じゃあね、お風呂入れます。